こんな感じの手を作りたいと思います。画用紙を2つ折りにして自分の左手をぐっと上げておきます。そうして鉛筆を立てて、その周りから形を取ります。切っていきましょう。指はこういう風に見えますから、次は爪です。人間の爪は丸くなっていますが、鬼の爪は尖っています。今度は手のシワを貼っていきましょう。残っている紙を使って細い線を作りましょう。自分の手を見ながらシワを作っていきます。ここに手の字にシワがあります。そしてここにも一本、指にもシワを作ります。指も場所が決まったら貼っていきます。のきそうなところにしっかりと糊をつけて貼っておきましょう。紙版が出来上がりました。手の裏にも名前を書いておきましょう。紙と紙が重なるところは全部しっかりと貼ります。のきそうなところには糊をつけましょう。細かい部品ものかないかしっかりと確かめてください。出来上がった紙版に工作用の水性ニスを塗ります。ニスは透明タイプでもいいですが、色がついたものの方が塗った場所がよくわかります。手にも塗ります。全体にニスが塗れました。ナイロン袋に乗せたまま乾燥させます。新聞紙の上でニスをつけた場合はくっつくことがありますので、新聞紙から剥がして乾燥させましょう。ニスを塗ることでインクが染み込みにくくなり、黒く濃くすることができます。また細かい部品が抜きにくくなるので作業もしやすいです。